あ、ミュートで。ミュートでお願いします。はい、ミュートします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。戦場のね、メリークリスマスもね、行こうとしたんだけど、正直それだと実写化がきついなと思って、プライベートライナーだと人だから、あれ実写化だから、多分、はいはい、なるほど。行けたな。なるほど。トルティーヤって食い物っすよね。食い物。食い物。メキシコなんか、メキシコかなんかの食い物。そうそう、メキシコ、メキシコ、メキシコ。それっぽい。これね、あの、時々が好きな食べ物です。あ、そうなんだ。確かに、確かに。そう。あと何がある？純文学なんて初だな。純文学って初だ。もうボンちゃんがめちゃくちゃ好きなやつ。え、純文学ってなんすか？いや、純文学ってなんすか？どういうことさしてる？ジャンルじゃない？いや、俺もよくわかんない。ジャンル、ジャンル。なんかっていうのは、ね、わかんねえのに俺好きなことしてんの。純文学が何かを説明するのって結構難しいと思うけどね。なんかさ、頭良さそうな感じするじゃん。なんか正統派な小説みたいな。そうそうそう。ああ、そうそう。イメージ。そうなんだ。いやいや、まあそうなんだけど、ショータラ、純文学の後が小説っていう流れじゃないの？多分。ああ、そう。偉いよね。上位互換っていう、うん、そう、純文学はなんか思考とされてるみたいなイメージ、うんうん、そう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 、でそうなんだ、小説の次がラノベみたいな、なんかどん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 こうライトになっていったそうだね、うん、なるほど、あ、確かに昔のそうだね、昔のショートニングってなんですか、なるほど、んショートニング、あの知らねえ、ショートニングが分かんないな、知らねえ、じゃあちょ俺らで意味今出しましょうよ、ショートカットみたいな意味、短くするってことかな、ショートニングってなんだろうね、ショートニングとさ、ショートケーキがあるよ、現在進行形が短くするって意味なんだよ、ショートニングとショートケーキあるの、ショートケーキある、あ、本当だ、ショートケーキその隣なんだよな、ショートニングって短くしに行くとかそういうことじゃない、どうしないの、まあ、短くするじゃないかな、まあでもロングだからな、ING だもん、まあ、そうね、うん、そうじゃない、多分わかんないんだけど、まあ時短的な意味かな、でもショートニング、でもショートだと、あ、ごめん、ショートの ING だったらショーティングになるはずだから、ニングに入ってるから、N が入ってるじゃん。多分なんか違った意味かもしれない。食材。お、買ったか、これ。めっちゃ楽そうだ。食材。まあ一応食材、ブロッコリー。ブロッコリー。食べ物って意味だとしたら、まあなんか、ショートケーキとか。食べ物ってするよね、でもそしたら。でも食べ物にしなかったってことは確かにそうか。まあ、あとショートケーキは違う。ブロッコリーはいいと思う。魚群が食材。魚群食材。まあ、確かに食材ってさ、あのさ、なんかその罪っていう意味もあるじゃん、うん、そっちも入ってるじゃん、あ、はいはいはい、ね、多分入る、審判員、あ、審判員、罪、ちょっと待って、トキドの食を洗うんだよね、ショートニングってもしかして食材のなんか、いや、トキド基準で考えたら多分魚群違うわ、違う、いやでも、いや、あるか、あるか、これ普通に食材って食べ物の方でいいのかな、だって審判員はなさそうだね、だったらトルティーヤとショートケーキは多分ないんじゃない、あ、食材じゃないからね、食材じゃないから食べ物だもんね、これ だからブロッコリーと魚群は濃厚じゃないかな、あー、なるほどね、あと、うん、じゃあもう一個だ ねこれあると思うんだよ、なんとなく食べ物だと思うんだよね、シーズニングとかあるじゃん、あ、いやこれ分かんないから触れない方がいいと思うぞ、うん、触れない方がいいよ、とりあえずこれは怖い怖い怖い、うん、あとワンチャンバッファローとか、あー、一応食べれるか、食材か、あ、そうかもしれないね、ブロッコリーはとりあえず硬い、ブロッコリー開けますね、ブロッコリーは硬い、ブロッコリー開けます、はい、魚群開けちゃう、魚群も開けちゃっていいんじゃない、開けちゃうか、まあ他ないもんね、食材、うん、食材ってさ、ジョーカーってさ、食材なんか罪の意識多すぎてジョーカーになったっていう、なんかその話なかったっけ、いや、そんなにね、まあでもやつやるんだけど、あいつ映画知らない、いや、でもね、ジョーカーのは俺結構知ってるけど、うん、そういう感じの由来ではないっすね、あ、違う、魚群開けた、魚群開けちゃっていい、多分魚群はいいよ、開けちゃっていい、そうだと思うんだけど、あ、え、あ、マジ、来た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 、いいよ、オーケーオーケーオーケー、あー、まずいね、これはまずいね、これむずいよね、魚群はでも行っちゃいそうだけどね。行っちゃいそう、行っちゃいそう、ね。食材だとね。食材だったら行っちゃう。いや、これ考えなきゃいけない、きついね。この相手が開けそう。いや、まあ、きついよ。そうなの。で、こっちが2つあるから、うん、まあ、バッファローと。食材で、多分ね。お待たせしました。バッファローのソテーでございます。どこなんだよ、お前。食材、かなりおかしいよな。バッファローのソテーって聞いたことあるのかいや、だから略すでしょ。いや、アメリカのやつはバッファロー食ってるでしょ、多分。いや、食わねえだろ、バッファローよ。ミノタウルスとか、多分。食ってる、インディアン食ってる。ミノタウルスとかだろ。あと一応、バッファローじゃなくて、バッファローチーズ、それ。ワンチャンチミドロとか。食わないでしょ。チミドロ？チミドロとか、食材をさ、さばいたりとかするとき、チミドロになるから。ああ、まあ、そうか、そうか、そうか。
ああ、そうだ。そしたら調理のがいいじゃん。とか言って。そしたら調理のがいいだろう。大体血出るけどさ。大体血出るけどさ。そうだね、調理とかのもいいよな。でも調理が電化とかも、ね。ああ、俺ね、食材2つ分かったかも。あ、いや、でもやっぱり審判員じゃないかな。マジで？こっちの食材ね。うん、まあ、ちょっとこれ終わったらまた話すわ。食材はトラックで運びますからね。トラックもあるんじゃないですか。そうだな。いや、余裕ぶっこいてます。それはレールでもレールでもね。電車で運んでくる。無理やり、ね。なんなら持ってくるのジョーカーって人かもしれないしな。そうだね。うん、食材を題材にした純文学もあるかもしれないから。あらあら、純文学結構食材がテーマになってたりとかさ。ああ、ね調理大作戦とかもあるかもしれない。そうだね。あれじゃない、泥棒が食材ね、ほら。盗む。ああ、そうかもしれない。あ、拙者、拙者食材をお届けに参ったっていうこと。俺は無理やりすぎんだろ。俺は無理やりすぎんだろ。え、マジなんだこれ。なんでもいいじゃねえか、拙者つけば。あれ、ジョブス。あれ、ジョブス。ああ、これ弱いな。で、なんか、クソザコールな、クソザコールな。まあまあまあ、相手があれだしね。なんだこれ、え、ジョブズ、ジョブズ、1だし、1だし分かんない。億万長者か、億万長者か。億万長者じゃない、億万長者。ああ、そっか、そうだね。めっちゃ邪魔なんじゃないかな、邪魔なんじゃない。取っちゃうじゃん。億万長者でいいよね。ジョブズのさすがにね。取って渡そうや。これ、ザコだぞ。これね、ザコだな。食材、まあでも2ポイントですからね。我々の。そうそうそう。本当に申し訳ない。買ってますか。食材多分ショートニングとドラフトだと思います。なドラフト、ドラフトビールとかって言いません？なんか多分加えるものなんですよね。アルセールルパン、なんだこいつも、もう東大系来たなこいつ。これ泥棒絶対入ってるでしょ。これ開けちゃっていい？泥棒入ってるね、うんうん、あ、いいよいいよ、いい、開けちゃっていいよ。泥棒は絶対入ってる。純文学入ってるかな。確かになんかルパンと純文学は違うでしょ。一応ちょっと入れてるだけ。泥棒の大作戦かな、うん、ああ、それはね、ある。あとちょっと待ってよ。あと何があるかな。お金系ないね。三でしょ。三。うん。三だからあれ。違う。取れるように。拙者っすわ。五右衛門。五右衛門か。五右衛門の拙者じゃないですか。あるね。うん。あと。トラックとかレールは繋がんねえし。あ、でもレールとか一応なんか。まあ、ねえか。レールはなさそうだよね。うん。あとなんかあるかな。あと一応あるとすれば、いや、ないな、その2つじゃないかな。だね、じゃあ大作戦の方が一応濃厚だと。大作戦いっていい？うん。いくよ。いきます。はい。白か。おい、しゃしゃ。やべえぞ、やべえぞ、やべえぞ。俺が。やばいな、これ。アンテナが難しい。こっちな、ちゃんと貼らないと。ちょ、待って、ってことは、あと4つも余ってる。俺、あと4つも余ってる。こっちはまだ1しか出てねえんだな、まだな。こっから本領発揮。こんだけ時間かけて1だったからね。いや、また1の可能性あるよ、これ。いや、ジョブス1は弱すぎてビビった。しかも億万長者でジョブス以外にいくらでもいるからな。いや、本当だよな。なんでジョブスなんだよ。なんでジョブスなんだよ。なんでジョブスなんだよ。何が歩く工事店だよ、本当によ。しかもさ、億万長者って言うけど、もういねえしな。確かに。違和感あるよな、億万長者ってな。あろうじて億万長者だろうなぐらいの。うん、もういない人だからな。いや、でもここで3とかで俺らを黙らせに行くんじゃないか、ガチ君。なるほど、ね。そんな高度なプレイできんの？俺らを手の上で遊んでんじゃねえか、これ。歯を引かせたくないんだろうね。いろいろ考えた結果、あと30秒しかないみたいな感じになって、あ、もう1でいいみたいな感じでやったんじゃないの？いや、さっきね、いや、まだ2分くらいあったんだよね。うん、早くて1なんだってなって、いや、もっと考えろよと思ったもん。俺分かったわ。もうちょっと考えられたぞ。ルパン分かった。はい、ルパン2つ分かった、2つ分かった。さあ、あの食材が、でもショートニングとドロクトってなんかちょっと俺怪しい気がするんですよね。いや、俺ね、ちょっと待って、俺、避難経路あるんじゃないかな。それが多分ルパンだと思う。うんうん。うん、ショートニングはね、俺ね、成分表とかで見た気がするんですよね。ショートニングって何だろう。何ですか、ショートニングって。いや、うん、はっきりとは分からない。いや、なんか、マーガリンに入ってるやつ、ショートニングって。体に取っちゃいけないやつ。聞いたこと、シーズニングと間違ってるかもしれないけど、でも、ショートニングって見た気がするんですよ、ね。多分、ショートニングってそれじゃないですか。うん、マーガリンに入ってて、体になんか溶けないもので。それ、不飽和脂肪酸とかじゃなかったですかね。そうそう、それがショートニングの略じゃなかったかな。なるほど。そうかも、もしかしたら。分かんないですけどね。いや、でもね、いや、ありえますよ。
ってことは食材一応。あ、バチ君、うん、これやばそうだな。一あるよこれ。ほら。おいおい。やばいんだよこいつ。やばいな。これだってペンマジだろ。ひどいこれ。これ回る入ってるからダメなんじゃないのこれ。これ回る入ってるから大丈夫か。ペンマジの回るだったらまあまあさすがに大丈夫だ。これやべえ。いや多分ダメなんじゃないこれダメ。これダメしかもダメしかもダメ。多分1じゃダメ。まあまあ、じゃあ一応取ってみよう。2だったら取ってみよう。違うかもしんないからね。違うかもしんないからね。うわぁ。違かったら OK ってのも変な話だし。梅ちゃん、1はかなり難しくっていう説明はしたんだよね、さっきね。したはずなんですよ。だから今のはね、でも。いやでもガチで、ガチで悩んだ結果だ。回るでペン回し取ってくれたらいいものの、一応トルティーヤって、確か回るって意味なんですよ。あ、そうなんだ。これは、まあ、あれですね。反則です。もう。曲がるペン回しは反則ですね。反則ですよね。反則ですよね。反則っすね。まだ2段目なんだけどな。まあ、ガチ君だから許します。ガチ君だから許します。ガチ君だから。まあ、でも、11攻撃しかできないんで、この子。許します。まあ、そうですね。っていうか、俺、あと5回かかるから。で7号で勝ってることは信じらんねえよ。いや、ほんとだよな。いや、でも、わかるわ。ペペだよ。ペペだよ。あ、もうこれ一択じゃない。アトルティーヤだね。ちょっと待って。で、行くけど、で、まだ行こう。ショートリング行きます？避難経路行きます？どっちも行きます。ショートリング行きましょうか。任せます、任せます。ショートリング行きます。あ、オッケー。はい、大丈夫。じゃあ、食材もう一個。食材もう一個と、ルパン二つ。いや、ルパン、避難経路入ってもいいと思う。だルパン、平安経路入るじゃん。避難経路。と、拙者だと思うんだけど、他にある？いやー。ルドが日和り始めてるな。まあ、ワンちゃん純文学あるかなって気はしますけど。ああ、純文学。まあ、ルパンだ。食材。だから食材のやつが全然開けれてないじゃん。ショートニング入ってたのかな。ショートニングが絶対入ってたと思う。うん、ショートニングが。あ、でも、あと何ショートニング、食材。もうバッファローかな、そしたら。うん、バッファロー。怖すぎるだろ。でも、バッファローチキンとか言うじゃん、なんか。食材運んできましたの、トラックが。トラック？トラック。食材を運ぶ？運ぶから。いや、でも運ぶものってさ、何でもあるから。食材でもレールないじゃん。消去法で考え、あ、でも、でもな。いや、多分食材って言ってたのさ、バッファローとか、まだショートケーキとかの近い、うん、まあ、そうか。で、もしかしたら、その審判あるかもしれない。うん、審判員の食材そうだね、そうだね、そっちは。それは本当にあるかもしれない。ね、うん、でも、まあ、拙者と避難経路と、あとバッファローでいいんじゃないかなと思うんだけど、あと2つだよね。まあ、そうだね。だから、まあ、とりあえず、優先順位決めましょう。避難経路は多分一番上なんで。そうだよね、そう。うん。で、次があと、ルパン。次、拙者じゃない？拙者と純文学どっちかだね。大丈夫かな。ガチさん。どうせ1なんだからよ。どうせ1なんだからよ。同じゲームやってるよね。大丈夫だよね。おお、来た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 。少林寺。少林寺。少林寺と。少林寺。ガチさんとか言って。なんだこれ。チミドロ。チミドロじゃないですか。チミドロでしょ。チミドロ。戦った結果。あ、チミドロの戦いってないか。チミドロが一番。ジョーカーもギリ。ただまあ。でも。チミドロか。チミドロが一番近い。チミドロが一番近くないですか。勝利はね。まあ一応戦う憲法だからね。チミドロからか。もともとは場所か。チミドロからじゃあ行けましょう。勝利あんまり戦ってるイメージね。そうなんだよ、そうなんだよ。勝利のイメージがちょっとないんで。でもまあ勝利なんじゃない。でも消去法で。まあ確かにな。じゃあ他見てみよう。他はだって、ケーキとシングル、ボトル、祝儀。バッファローがワンチャン。いや、ワンチャンさ、俺ワンチャンによっちゃうんだよ。バッファローね、敵でしょ。敵もワンチャン候補入ってる。いや、梅ちゃんもこれチェックしてけど、俺こっちも確かに匂うんだよ。ジョーカーも匂うけど、でも素直に行くんだったら少林寺じゃねえか、やっぱ戦う。少林寺かな。俺はだって、ガチくんだよ。ちゃんとガチくんの思考に合わせるんだよ、これ。合わせるゲームだから。え、じゃあ、ボンはこの中だったら一番。もう少林寺。近かった。もうシングルしてた、俺は。あ、そうピンときたか。あのさ、ねね、ごめん。戦うトラック。なんちゃらみたいな言葉ってなかったっけ？ない？いや、あまり知らん。ごめん。あ、じゃあいい。ごめん。じゃあ、勝利寺いいじゃない？行っちゃおうか。じゃあ、ボンド、なんかピンときたってのもあるし。じゃあ、勝利寺行こう。うん、いいと思う。ちょ、黒はやめて。ケイケイ！いや、気持ちいい。いいね。ようやく気持ちいい。これ、ガチ君も気持ちよくなってます。これ、ちょっとまずいですよ。一応追い詰められてますね。そう、まずい。リンクされてる。これ、まずいっすよ。観光さんさん、漢字だから。早い。漢字ダメ、ひらがなだけだよ。これはトラックっす。トラックっす。冠婚葬祭でトラック？え、トラック？だからその葬儀用のトラックってことでしょ、これ。マジで？違うか。いや、ごめん、違う。死じゃない？でも、祝儀は合ってるでしょ？
祝儀と休止じゃん、うん、あじゃあごめんだったら休止かだなと思ったけど、まあ避難経路はさっき行くじゃん、まあとりあえずご祝儀あげるよ絶対、はい、あまあそうだね祝儀開けて開けてで休止と避難経路のどっちが優先順位高いかいやまずね俺観光総裁終わらしたいんだよねで観光総裁は他にもう休止しかないよね他にあるいや俺トラックワンチャンあると思うんだよな俺ほんとうんだってトラ観光総裁のトラックって言うけどだって 何用のトラックでもあるよトラックっていや幅広いんだけどだから引っかかってくんねえかなで一応やったのではないかなっていう、うん、葬儀の時ってやっぱそうなんかその葬儀用のさトラックがなんかすごいイメージあるからえトラックっていうかあれでしょあの霊柩車か霊柩車でしょうん、うんいや違うか、キュンシか。キュンじゃないと思う、キュンシだと思うんだけど、ね。キュンシか。いっちゃっていいいっちゃっていいあ、いいです、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。オッケー。で、でどうするあと、避難経路。避難経路。避難経路、避難経路。オッケー。あ、ちげえよ、おしよ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 し。マジか。おしよしよし。アンコンサーサイ、キュンシなんだ。びっくりすんな。まあ、一応、死を連想させたからってことだろうね。そう、それでも全然俺はまだワンチャンあるな、これ。避難経路違うんだ。で避難経路違う。じゃあどうする？ルパンで。ルパンなんだ。わかった。わざわざさ、あのなんていうの、あれまで行ってるじゃん。なんていうんだろう。その本名まで行ってるじゃん。多分純文学かもしれない。そう。うわ、そうか。あるよ。あるわ。それあるあるある。ただまああんまりここで言うと向こうのヒントになっちゃう。あ、ごめんなさい。そうそう。ちょっとピンチっぽいな。いやー3はむずそうだよね。いやーここまでの戦い的にこう3を求めるのは酷だよな。 2ならなんかもう8みたいな。そうだね、2で俺らかなり喜んだからね。あー2が来たっつって回る1で天回し横に天回しのドハンスがかましてるよね。3を求めるのはかなり酷だろこれ。いやーもう無理だろ、こっからまた1が3回続くだけだよと。相手の自滅を待つ。相手の自滅を待つ。これちなみになんですけど、うん、俺ルールちょっと把握してない部分あって、うん、その冠婚葬祭2ってなってるじゃないですか、うん、開けれる数って、うん、それよりプラス1した数なんですか。そう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 。なるほどなるほど、 OK、 だから数がそれだね。だから3のやつ 5個開けれる、うん、そう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 、うん、だから3もし出された場合に必ず2を開けたいんだよ。そうすると次のヒントでもう1個開けれるじゃん残りが。はい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 、うん、だから絶対にあのなんていうの、当たりやすそうの方から引いた方が絶対いいね。なるほど。で、外れ引くとターンチェンジですよね。そう、ターンチェンジ。オッケーです。だから2個余っちゃうと2ターンかかっちゃうね、合計。はいはいはい。オッケーです。回収するの。トーマス。トーマス2。うわ、これ3だからいけるかな。レール、レール。トーマス。あれ、なんかバッファローみたいなやついなかったっけ、トーマス。いやー、イメージねえな。俺もイメージはない。バッファローにいねえか。バッファローはいない。トルシップも違うだろ。トーマス恥知らずだと思ってんのかな、トーマスのこと。いや、中にはいるかもしんないけどね、キャラが。レールは開けるか、とりあえず。まあ、レールは、ね、レールは確認。レールは開けよう。開けちゃいましょう、開けちゃいましょう。レール開けよう。いや、拙者とかいうキャラいた？いないよな。機関車トーマス。ピンパニーないか。違う。いや、だから、たぶん、同じ乗り物でトラックか、あトラック、あ乗り物か。ええー、でもだったら乗り物でいいじゃん。あ確かに。それで乗り物にしないの。なんでトーマスなのこれ。トーマスってなんだ。いや、トラックじゃないね、多分。いや、ちょっとごめん、これ俺わかんねえわ。やっぱ恥知らず違うんだよな。いや、なんか俺、バッファロー？ないな気がする。もう時間ない、時間ない。適当にしよう。適当にして。怖い。違った。心配言ってたんだ。心配ってよ。いや、わかんないけどさ。心配なんだ。ってことは食材が心配じゃなかったら楽だね。わかんないんだけどね。やっぱバッファローでいけるでしょ。バッファローと。多分拙者バッファローで、あと残り、あ、じゃあ、純文学か。まあ、その3つはちょっと、なんかね。そうそう、純文学、バッファロー、拙者かな。いや、もう全く分かんなかったからね。バッファローやっぱ食材だったんだ。かなぁと思ったんだけどね。うん、いや、トーマス。一応、ショートケーキもあるよね。人の名前なのかもね。でも人の名前で、その人の呼び方。まあ、バッファローか。危なかった、危なかった。まあ、バッファロー敵っぽかったんで、とりあえず。バッファローとりあえずいきますか。いただきますよ。開けましょう。はい。で、もうこの2つで。俺は拙者文学で、拙者文学で、純文学だと思うんだけどね。うん、純文学開けちゃいましょう。アルセーヌ・ルパンだったんで。確かに。オッケー。はい。
拙者。拙者でいくか。え、ちょ、ルパン全部終わったよね。ちょっと待って、ルパン。いや、これ、まだ終わってない。考えましょう。消去法。多分もうヒントは全部出してると思うんで。泥棒、純文学、他に避難経路とかないもんね。そうそうそう。大作戦もない。いや、だから多分拙者だと思う。多分、うん、そうだね。拙者かな。で、終わるから、これ、このヒントだと思います。そうだと思う。いきますね。いきますよ。はい。はい。ナイス、ありがとうございます。いやすいません。トーマスってなんだ、トーマスってなんだ。被害者トーマスなんですけど、あのトーマスの、姉妹番組に頑張れタックスっていう船の、アニメがあるんですよ、昔。ボトルシップか。で、それがシップで、一応ボトルシップにかぶっとったんですけど、知らねえな。知らんかった、知らねえな。頑張りトーマス、すごい。トーマスは見てねえからな。怖すぎるな、おい。でもなんか、ゴンタや梅ちゃんよりいい勝負してんのにすげえ叩かれてるな。叩いてないよ、全然。確かに。俺たち、とんでもない大差で負けてんの。そうだよ、俺も4の個しかで負けてるから。だって俺らが1位向こうの引いたにしても。ちょっと、これ開けてみるか。でも確かにむずそうだな、ガチ君、これ。むずそう。いや最初魚群を3でいきたかったんですよ。アイドルで、ニューシングル、アイドルで、で魚群、ニャンシさんで億万長者行こうとしたんですよ。アイドルでニャンシさんを連想してくれんかなと思ったんですよ。魚群が先空いたんで。でも確か億万長者いけそうだったよね。アイドル億万長者はなく、いけそう、いけそう。ジョブスになっちまったですね、ちょっと。いやでも時戸のね、やっぱすごい全部ね、あの間違っても白だったからね、よかったね。そうそう、ヒントが、ヒントが良かったね。でもね、時戸やっぱうまいわ。いや、孫さんのさ、予想がもう全然俺と違うとこ行ってさ、びっくりしたわ。いやだからおもろいんですよ、これは。違うからおもろいんですよ、うん。ほら違うとこ行ってんだよな。時戸さん、食材は何？ブロッコリーとショートニングと、バッファローでした。バッファロー。あ、やっぱそうだったんだ。エルパンはじゃあ、ちょっと待って、俺、バッファローだけは合ってたかもしれん。そうだ、合ってた、合ってた、合ってた。お前、魚群真っ先に行ってさ。だから、お前は気づいてないからなんだけど、だから自分のチームのことを勝手に押したくなっちゃってんの、お前は。お前は気づいてないよ、そのことは。お前は気づいてないんだけど、つい押したくなっちゃったね。押したくなっちゃってる。でも、俺は魚群だ、群れとなるっつって。そう、真相心理ね。捉えてほしい。そうだな。このゲームってカウンセリングも備えてると思います。絶対関係ないからね。絶対関係ない。で、ガチ君、ガチ君、ペン回しを回すっていうのは、回るか。まあ、一応1だとなし。なるほど、なるほど。1だとなし。うん、ゴリゴリの反則やつ。ゴリゴリの反則だったもんね。しかもなんか途中、自分のターンって気づかずにずっと見よったんですよ。うん、ああ、やばいっつって。やべえと思って、もうなんかタイマーが動きよって、あれと思ったら、自分のターンでした。途中行くんだじゃん。ガチさん。そう、それで気づいたんですよ。いや、マジかよ。そう、ずっとなんか。ネットで行っただけなのに。病院の呼び出しみたいになったからね。ガチさん、診療室1に送りくださいみたいな。あれ、ナースコール鳴らしましたみたいな。危なかった。ああ、面白い。完全に変換しちゃいました。時の2回目でしょ？あとは一瞬トイレ行きます。時の2回目でしょ？俺2回目っすね。2回目で3-3をババーンときたのはすげえよ。ハジセーネルパンね、結構いいとこ行ったんすよ。いや、かなりうまかった。純文学でしょ、あれ。っていうことは純文学と石川五右衛門と拙者でね、なるほど、うん、あ、なるほど。黒人が相当鋭いよ、はい、あ、やっぱ良かったんだ。いやでもヒントから来ただけだからね、こっちは、うん、いやでもこれ時戸の考えてるとこ全く分かんねえんだけど俺。お前一番長くいるのにな、一緒に行くから俺ユウさんのロンドンを当てれたのに時戸の何も当たんなかった。一番一緒にいるのになんでだよお前。いや、お前冠婚葬祭でトラック行った時俺時戸くんのこと嫌いなんかだと思ったな。もうそう、トラックは何でもあるじゃねえかと思ったもん。すごいかと思ったもん。で車だったらまだ霊柩車がワンチャンあったよね。そうそうそう。トラックだからなと思って。あれ面白かったや。それが面白いんだよ、孫。そう、それが面白い。そう。だからね、このゲームいいんですよ。孫さん、次もう、スパイマスターね。あ、いけるんじゃないですか、ボンさんと。スパイマスターが入っちゃったら、もう、始めますんで。決勝戦します？決勝戦します？そうですね。あ、次決勝戦かっていうか。
あ、自然と決勝戦。そうそうそう、自然と決勝戦。決勝戦でもう 3-0 ですけど、今。そう、3-0 なのよ。もうね、最後勝ったら1万。材料がない。そう、1万、1万勝だから。そうそう。取りました。結構怒られてんだよね、全部ね。確かに。いやでもよかった、時のすげえわ。さすがにでも、じゃあ、まあ、僕ら負けても全然いいから。いや、でも、あの、ジャスティスには負けないんで大丈夫です。気楽に、気楽に。ジャスティスには負けない。いや、これはね、腰1？そうだ。うん、うん、ジャスティスには負けない。腰1。腰1。ピストンのね、お前らの因縁、ここで一旦決着だからね。ジャスティスって負けねえだろう。ハリン同キャラを、さすがに、前に、ここで一旦。スパイマスト入って、スパイマスト入って。あ、じゃあ、はい、ミュートします。予告しますけど、はいはい、あの、チームメイトの攻撃されますから、終わった後に、そこだけ気をつけておいてください。大丈夫、大丈夫、大丈夫。チームの方々、お前だけだから。まずスパイマスター入ってください。はい、入りました。はい、で、孫は自分の気持ちでいいからね。俺らに寄せなくていいから。お前の中での。ミュートしてください。お前の中での、ね。俺らが感じ取る方だから。